神の命とやらで封印らの結んだ結界が縦横無尽に張り巡らされ、あなた様といえど押し通ることはできますまい。封印を破りうるは技者の妖刀に他なりませぬ。つかぬことをお聞きしますが、和尚様を見かけませなんだか。私は一休といって近くの寺の者ですが、和尚様が毎夜何かに取り憑かれたように出かけられるのです。心配なので後をつけてきたのですが、この界隈で見失ってしまいました。窓から土足で入ってきよって、まるで泥棒じゃ。お客なら降りて表の店の入り口に回りなせい。
やて？今すぐでっか？困ったお客さんやな。部屋まで乗り込まれたら売らんとは言えまへんがな。これは黒蜜などではなく武士という手猛毒でな。え、何じゃ、一休ではなかったか。驚いたわい。あの一休のことじゃ。毒というても何か失敗を言い訳に死のうと思って食べたなどと、とんちを働かせるに違いない。寺には置けぬで、こうして預かってもろうておるのじゃ。頼む、皆には黙っておいてくれまいか。
いい塩梅に湯だったぜ。こりゃいい温泉だ。疲れも吹き飛んじまう。地獄も極楽もこの世にあるとはよく言ったもんだ。こいつは極楽に違いねえなあ、サルコ。
好きが高じて豆腐作りにはまる妖怪、豆腐小僧。腕によりをかけて作った豆腐を売っております。Oh!